シティキャストの皆さん、こんにちは。順天堂大学所属の、110m ハードルに出場した泉谷俊介です。110m ハードルに出場して、結果は準決勝敗退と悔しい結果で終わってしまったんですが、シティキャストのさんの皆さんのおかげでここまで、結果の残せたと思っています。また自分が道に迷った際など優しく道案内をしてくださったり、外国人選手などの、サポートや案内など丁寧にやっていたことがとても印象に残っています。また来年から環境が変わり、違った舞台で、試合に出ると思うんですけど、東京オリンピックをサポートしてくださりありがとうございます。